シュミレーション模型とは、クイック矯正の際に治療後のイメージを想定して作る模型のことです。こちらが治療前の状態のお口を正面から見た模型になります。横から見ていただくと、前歯が前に出ているのがわかります。前歯でシミュレーション模型を作成します。こちらがシミュレーション模型を前から見ていただいたものになります。前歯2本がワックスでできています。前から見ていただくと、治療前のお口の状態と変わらないように見えますが、横から見ていただくと、前歯が内側に入った状態で作成されます。先ほどの治療前の模型と比べてみていただくと違いがわかると思います。すぐに治療を始める前に一度模型などで確認してみてはいかがでしょうか。